どうも改めまして産総研の上嶋と申ししししまますすよろしくお願いします、えー、しばらく3三4 0分ほど「機械学習と公平性」というタイトルでお話をさせていただきたいと思います。えっ、ー、と今講演の概要はこんな感じになっております。まず最初に機械学習というのはどういうものかというものをお話しさせていただきたいと思います。 で機械学習とはどういうものか、えー、ここで、えー、お伝えしたいことは機械学習は道具であるということですそして、えー、もう一つお伝えしたいことがあるんですがその前の準備として機械学習と公平性というものはどのように考えられているのかっていうことをご紹介したいと思いますそして前半では、えー、公平性が失われる原因三つありますがそれをご紹介させていただきますそして後半は公平性の基準っていうものが 機械学習はどのように考えられているのかでどういう性質があるのかということをご紹介させていただきたいと思います。で最後に、えー、私たちがお伝えしたいことがあって、えー、それが機械学習を使って公平性というものは改善できるんだと。えー、機械学習では握り、えーまあの場合よりも公平性の改善が容易ではなかろうかというふうなことを我々は考えています。 それでそれが達成されるために何を考えていかないといけないかということを今考えているというか今あることを少しご紹介したいと思いますえそれでは本題に移りますえ最初第1部機械学習の部分ですが機械学習とはまず何なのかえといろんな定義があるんですけれども一番著名なのは多分このサミュエルさんのものだと思います えー、明示的にプログラミングすることなく、コンピューターに学ぶ能力を与えようとする研究分野であり、その研究分野で作られるアルゴリズムや手法というものになります。でこれだけだと何のことかわからないので、えー、もう少し具体的な内容を詰めていきたいと思います。えー、機械学習の枠組みというのは、えー、これは教師あり学習と呼ばれる、そのうちの1つのものなんですけども、大体こんな感じになります。 ままず大きく2つの段階があります学習と呼ばれる段階、えー、推論や予測と呼ばれる段階です。でデータというのはどんなものかというと、えー、これはリンゴですかということに対してリンゴだったら「はい」えー「バナナだったらいいえ」「パイナップルだったらいいえ」みたいなものを集めたのをデータと呼んでデータを与えます。で学習によってこのモデルというものを獲得します。こののモデルというものは 入力と結果の間の間規則性を表しますでこういうモデルっていうものを作っておくとこのモデルを使って何かこれは分からないものがあったとでこういう分からないものを「りんごですか?」というふうなことを聞くと「はい」ということがこのモデルを使って予測できるという枠組みになっています。 でこの中で、えー、学習の結果を獲得するモデルというものが一、まあ、つかりになります規則とかルールとかパターンとかいろんな呼ばれ方をしますが入力と結果の間の規則性になりますで結果,やか、えー、結果がまだ分かっていないものやことっていうものを入力といってその入力を、えー、入りますとするとゴニョゴニョゴニョとしてポンと出力が出るんですが この入力に応じて適切な結果が出るようにしていると。で、入力と結果の対応付けをするというのが、まあ、モデルであると。で、中身でどういうふうに対応付けをしているのかということが次に気になるかと思いますが入り口の方からいきます。えー、入力と呼んでいたものは、えー、特徴というようなもので表します。まあ、こんないろんな呼び方があるんですけれども。 えー、入力をある側面がどのような状態にあるのかを、えー、表すことで、えー、入力の性質を表そうというものです、えー、このリンゴみたいなのがありますが形は丸いですかはい色はどうですかっていう側面についたら赤い重さはっていったら200とこういうようなこのものやことのある側面について、えー、それぞれどういう特徴、あのー 状態ににあるるののののかというももを示すすが特徴と呼ばれるものになりますそれでまあこの特徴についてえ何回の場合分けをしてえそれぞれの結果を予測することになりますとでまあこのページの中で押さえていただきたいのはえ入力というものはあ表すためにこの特徴というものを使うんだっていうことを一つ押さえておいてくださいその次え特徴で入力を表して えー、特徴に応じて何らかの場合分けをしました、まあ赤くて丸い感じのものってみなでそういうものがあったら、えー、こんな感じで場合分けされるとでこの場合分けされて選ばれた、えー、データというかそういうものを、えー、何らかの形でごにょごにょごにょと集約ということをしますまあ要約というか多数決取ったり平均取ったりとか、えー、確率で表したりとか まあまとめることですで、ここでのポイントは、えー、結果っていうのはこのデータをまとめることで出てくるということになります結局、えー、データが肝であるということになりますねっていうことがだいたい機械学習の枠組みになりますあとで,で出てくるところが、えー、この赤いとこ三つが押さえておいていただきたいんですがまあ機械学習の枠組みというのは えー、学習と推論の2段階がありますと。でモデルっていうのは入力に応じて結果を予測するもので、えー、入力っていうのは特徴っていうものを使って表しますと。でもう一つデータ中の結果を集約することで予測していますと。何もないとこから出てくるものではないということです。でここまで、えー、第1部第1節が終わりまして第2部。 で機械学習は道具であるととといいいいうことを、えー、お分かりたただきたいと思います、えー、機械学習がなぜ道具であるのか勝手に自律的に何かしてしまうような、えー、わきのわからない魔法ではないということを、えー、申し上げたいと思いますなぜそうなのか予測する何を予測するのかということは利用者が指定しますということは予測する結果をまず利用者 人が決めているわけですプラス利用者が与えたデータを集約したものが予測結果になっていますと。で予測がうまくいくかどうかは、えー、人間が与えたデータ次第であると。自律的に何か考えて突拍子もないことをするわけではないと。で利用者が目的に応じて予測対象を選んでしかも適切なデータを用意する必要があるので機械学習は 道具であると思います。で、機械学習を使いこなせるかはどうかはまあ利用者次第というものになります。で、機械学習は馬であってまあ競うものではなくて乗るものだということになります。で、何の、えー、機械学習は道具をする道具であるということは、えー、それは何のために使うのかということが、えー、次に問題になると思います。 でえー、道具っていうものは、まあ、人間は自身の能力を拡張するために使うものだと思いますが、えー、利用者個人が、えー、扱える情報は限られているという前提を思っています。えー、サイモンの限定合理性にあるみたいに、えーまあ、人間には、えー、私も、えー、皆さんも必ず、えー、限られた知識と能力しかないということがあります。 でそれは、えーまあ、2000年前のガリア戦地にあるように、えー、およそ人は自分の望みを勝手に信じてしまう人の、えー、扱える情報というのはどうしても限られているしその能力も限られているとそれをどうにかして補おうということをやろうとで機械学習は結果を集約することで予測しますとこれは何を意味しているかというと多くの人の視点や多くの情報をまとめて考慮するための 手段であるとあれですね経済動向を見るために CPI とか PPI みたいな経済指標を見るようなものであると思っていただいてもいいと思いますでこのように機械学習は利用者の視点を広げるための道具であるということをお伝えしたいと思いますそして、えー、道具なんですが同時に限界もあります予測することの限界と データに現れている結果を集約することで予測しますと。で、データにあることが将来も起きるという過程、大前提を置いているので、それがだめなときには当然予測は外れるということになります。特徴側の味でも同じ結果になると限らないというような状況になっています。もう一つデータはあありとあらゆる状況を 網羅しているわけでですで未知の状況について予測しなくてはならないっていうことが宿命としてありますのでどうしても集約,であの集約だけでは予測できないっていう状況が生じます。でより一般的な状況に対して予測できるようにするためにハンとかこういった数学的な成人とかがありますと。でこの結果予測は確率的になるので。 必ず不確実な部分というものは必ず残りますということは一つ大きな制限ですですがこの制限というものは、えー、機械学習の制限ではないということは一つ押さえておいていただきたいと思います、えー、18世紀デビッド・ヒュームの機能の問題と呼ばれる問題ですで過去の経験から並んだことを確信を持って将来のことにも適用できる方法はあるんだろうか でまあできないんですがそれを、えー、言い終わらすような有名な寓、えー、話があります、えー、七面鳥くんが、えー、最初に最初朝に、えー、餌をもらえたので、えー、まあ疑いつつももらったとその,その後もずっと毎朝餌をもらえたんでずっと、えー、朝には餌が出てくると確信してたんですが えー、クリスマスの朝餌をもらいに行くと丸焼きにされてしまったと,というような具合があって、えー、過去にあったことが確実に将来も続くということは、えー、確実には言えないということを示していますこのように人間の場合でも予測は複雑不確実になってこれは機械学習による制限ではなくて予測することに対する、えー、制限であるということを、えー ご納得いただきたいと思います。で、次は、えー、一つまとめです。えー、一つ大きく、えー、ご納得いただきたいとかお伝えしたいということは、えー、機械学習は道具である。利用者が何を予測化するか決めて、利用者が与えたデータに基づいて予測するものだ。で、計算的に、計算機が事実的に何かある朝、 意識に目覚めて何かしてるっていうわけでは絶対にないそして大きな制限は予測は確率的なので不確実の部分は必ず残りますでしかもそれはヒュームの機能の問題などと知られていて人間の場合でも予測は確実に不確実になっているとで一緒に申し上げておくと科学集とかノーフリンチラン,ランチ定理とか いろいろな機械学習の定義があるんですが、これは予測をすることに伴うことがあって、ほとんどの制限というものは、機械学習自体の制限ではなくて、予測をするという行為自体に伴う制限であるということになります。で、ここまでで第1部が終わります。で、次、第2部は、機械学習と公平性、機械学習分野で公平性というものがどのように考えられているのか。 ととといいいうことを順次お話したいと思います、えー、前半は公平性を損なうような原因っていうものを、えー、ありたいと思います。えー、機械学習と公平性の研究ですが、えー、私が公平性の機械学習と公平性の研究を始めたのは大体この辺です。で、えー、最初のワークショップここにあったんですが世界中かき集めても大体3040人とか。 それぐらいの人し,しかいなかったのですが、いませんでしたと。で、ソロンバロカスさんというやり手の方が一生懸命、法学の方ですが、このあたりを一生懸命まとめられて、ワークショップが、大きなワークショップができるようになりましたと。そして2016年ですが、大きく研究が伸びました。原因は2つあって、EU の GDPR という法律が施行された、あの始まったことと。 であともう一つはトランプ大統領の時の選挙の、えー、フェイクニュースとかそういう問題があったと。で、まあ、公平性を担保するような、えー、制約っていうものを考えた上での、えー、機械学習技術っていうものが、えー、急激に伸びてきました。でこの後8 9と、まあと89とこんな調子で、えー、伸びております。で、えー、この図は。 えー、いろんなバイアスがどういうふうに生じるのかということを、えー、ウェブデータの場合で表したものです。でバイツタイエイツさんというのは情報検索のまあ、えー、巨人というか、えー、そういう感じの方で,でこういうふうに いくつか原因があるんですけれども、これは大き,く大きな原因として、データバイアス、標本選択バイアス、機能バイアスの3つの原因に分けられると思います。で、この3つの原因に,原因に,えについて、それぞれ順番にお話をしたいと思います。最初はデータバイアスです。データ作成者の偏見とか、認知バイアスとか、 えー、不適切なデータ取得手段,、えー、手段によって、えー、学習データ中の結果や特徴の値に偏りが生じている場合ということになります、えー。なんでこれが困るのかっていうと、えー、予測するときには結果を集約することで予測するっていうふうに申し上げました。ということは、えー、データの内容はたとえそれが不適切なものであっても えそれはそのまま予測結果に表れてしまうということになります。そして、えー、まあこんなふうな感じですね「これはリンゴです」って言った時に「リンゴはいいで「バナナではい」って言ってるまあカラスが「白い」と言ったら「お前カラスは白い」と答えろみたいな感じのものになって、えー、たとえリンゴを見せられても「いいえ」というふうに予測してしまうということを機械学習は、えー、データ次第なのでこんなことが起きてしまう。 でこういうことが起きた著名な事例として、えー、キーワードマッチング広告の場合の事例が知られています。ラタニア・スウィーニーさん、えー、ハーバード大の先生ですが、えー、アフリカ系で、えー、女性の方です、えー。プライバシー保護データマイニングの系匿名性という研究で、えー、非常にご高名な先生です。でその先生が、えー、提示された問題です。 でアメリカには各州ごとに、えー、逮捕歴とかを、えー、開示している州があるとでそれらの州の、えー、データベースを口出し検索まとめて検索できるようにしたような、えー、サービスというものが存在しますでそういうサービスは人間の名前が検索されたときにそれに対して、えー、広告文を出しているというようなことがありますとでこの時 逮捕歴を示唆するような悪い印象の広告文が、えー、ヨーロッパ系の人よりもアフリカ系の名前で検索した場合により頻繁に表示されました、えー、ラタニア・ス・ウィーニーさんご自身ですねご自身の名前で検索すると、えー、アレスティット逮捕されましたかとみたいな悪い印象の広告文が表示されましたそれに対してジル・シュナイダーさんっていうところで検索してみるとチケイティット見つけました みたいなところで出てきますとでなんかこれを見るとなんか嫌、えー、な感じになるなというふうに思いましてスウーニーさんはいろいろ調査をしたと。で内容を調べてみると、まあ、スウーニーさんはもちろん、えー、過去は真っ白なんですが、えー、ジルシナイダーさんはいろいろ見つかったという感じになっていた。で何の基準で出ているんだろうかということで。えー 不思議に思いまして広告文を出しているような会社に、えーまあ、突撃インタビューに行ったと。で内容文を見てみると広告文というのは、えー、人種が分かるような名の方ではなくて性に基づいて選択されていて他の情報は何も使ってなかった。で何でこんなことが、えー、起きたのかっていうと、えー、無作為に選択した広告文に対する 利用者の応答記録のデータを使ってやっていたことは差別的でしようということではなくて広告が一番有効になるすなわち広告が一番クリックされるような広告文を選んでいたということでしたすると何でこれがまずかったかというと人種といったセンシティブ情報は使われてなかったんですが えー、それでも、えー、まずいような広告文が出ていたと。でこれはどうしたことかっていうとデータに閲覧者の返金が反映されていったと。それでまあアフリカ系の人の名前にとっては、えー、悪い印象の広告文の方がよりクリックされやすいという、えーまあ、人間の不公平な応答データっていうものが、えー、こういう悪い結果を起こしていたと。でこのように、まあ もともとのデータに何か非常に大きな問題があるというものをデータバイアスと呼びます。その次、2、えー、つ目は標本選択バイアスと呼ばれるものになります。えー、標本選択バイアスというのは、えー、学習用データに含まれるかどうかがデータの内容に依存しているので、えー、予測対象の集団を適切に代表できていない。なんか少しややこしいんですが、 もうちょっと説明させていただきます、えー、とローンを申し込むっていうか申し込みに人が来ましたとでこれを、えー、許可するか却下するかっていうことで分けますで却下するとこの先、えー、返せるかどうかっていうのは不明なんですが許可すると、えー、ちゃんと返せましたかデフォルトを起こしましたか みたいなところで2つに分かれるで最終的に予測したいのは完済できるかどうかっていうことだけだからこちら側だけを使ってしまったモデルを学習するたところが実際には、えー、却下された人も入ったモデルを予測する対象者っていうのはこれとこれを合わせた人たちになりますとするとこちらの間で不一致になるので、えー、ちゃんと 適切なモデルを学習することができないっていう状況が生じますでこういう時は公平性だけなくて予測自体が失敗するので、えーまあ、この辺ができないっていうのはまあとりあえず腕がまあ一人前ではないという感じのものになります。でもう一つこの辺はまあ避けられないというか。 え必要枠みたいなものですが機械学習手法というものはまだ見たこともないようなものに対応する反化というものを必ずしなければなりません。でそういうことをしなければなりませんので、えー、それをするために何らかの過程というものがいります。えー、バイアスなき学習の無駄とかいうようなことを呼ばれますと。と でこういう過程を何かしないといけませんがそれが実世界の状況とはずれている場合に、えー、問題が起きます。でまあ科学原理の中でもよく使われますが、えー、一番有名な過程というのはオッカムの歌詞「カミソリ」というものがありますと、えー。いろんな仮説があった中で一番簡単なものを採用せよというものですね。 3つ、えー、の状況に対応するためにできるだけ簡実をモデルを採用しましょうとまあいろいろあるんですがざっ、えー、と言うとリンゴがだーっとこんなにあるのにイチゴはポンと1個だけあると赤くても荒いもんでこれはたくさんあるの中で、えー、ちょっと少数で例外事象だから、えー、外乱として扱った方が多くの場合3つ、えー、の状況では予測は正確になるっていうことが 知られていますところがごくまりにま、えー、な状況でも重要な場合っていうのはあり得るので、まあ、このオッカムのカミソリっていう仮説と、まあ、現実がちょっと不一致になることがあってそういう時にはバイアスは生じます。でここにも注意していただきたいんですが人間でも未知の状況に対して予測する時には何らかの過程を置かないと予測できない。ので 人間の予測でも機能バイアスというものは生じるということは押さえておいてください。でここまでで、えー、機械学習と公平性において、えー、公平性が損なわれる原因というものをご紹介しました。で公平性の基準というものは、えー、いろいろあるんですがごく簡単に、えー、例を挙げてご紹介したいと思います。で機械学習において、えー まあ形式的というか数学的な公平性というものはどういうふうに考えているのかというとセンシティブな特徴入力は特徴で表しますということをご理解いただきたいということを申し上げましたそのうちセンシティブな特徴とセンシティブないその他の特徴というものに分けますとでセンシティブな情報というものは社会的にセンシティブな情報で例えば性別とか人種で 分けてはいけないなとで具体的に法令規則で制限された情報っていうのもまずその他、えー、無視すべき情報というものがあれば、えー、無視するということになりますで予測する目的というのは大学入試の結果とか予診スコアとか、えー、先ほどの例にあった広告のクリック率みたいないろんな目的がありますと消費性的公平性というのは えー、このセンシティブ特徴と、えー、その他の特徴と目的変数の間の、えー、形式的数学的な関係で、まあ、定義されるある望ましい状態が達成されると、えー、それを形式的に公平であるというふうに考えますでこれは勝手に、えー、数学の世界だけで考えてるんではなくてまあ方角とかその辺で あるような基準をベースにする数学の言葉で表すということになります。でグループ公平性とか個人公平性とかいっぱいあるんですけどもその中でよく言われるディスパレートトリートメントとディスパレートインパクト法学の方にいろいろお伺いするんですが訳語も確定しているものではないですが異別 ごめんなさい異別処遇とか、えー、ディスパレットインパクトの方は異別効果とか呼ばれたりします。状況によっては、これは、えー、状況によってはというよりも、えー、法学生の間の意見の相違によっては、えー、左側の方うを、まあ、直接差別、直接公平性、右側の方を間接差別、間接公平性と呼んだりします。でそれぞれ相、えーまあ、いれないところがあります。 ディスパッレット・トリートメントの方は機械の平等に対してディスパレット・インパクトの方は結果の平等をやると。で、その次に手続きの公平性と配分の公平性。センシティブ情報を判断する人が見なかったらそれは公平であると考えようと。で、財の公平な割り当てを達成しようというものが配分の構成になる。 それで間接差別、直接差別という言い方をしたときはあまり入らないんですが、ディスパレートトリートメント、インパクトを考えたときには、この先ほどご紹介した法学者、バロカスさんのスライドによれば、意図的があるか意図的でないかという状況も入ってきます。で、左側、ディスパレートトリートメント、手続きの公平性を体制しようと思ったら、 単純に性別とか人種であるようなセンシティブ特徴をモデルに使わないっていうふうにしておけば大丈夫です。ところが、これを使うと手続きの公平性を満たしても配分の公平性は満たされないということが生じております。なぜかレッドラインニング効果と呼ばれるものです。センシティブ情報を直接使わなくても えー、この情報と依存関係のある情報を使うことで間接的にセンシティブ情報が予測結果に影響を与えてしまうということです。いうことです。これが、えー、これを説明するにはなぜこれがレッドラインニング効果と呼ばれるのかの、えー、ご紹介したいと思いますがアメリカで公民権法が施行されて、えー、人種によってローンを貸し出しするかどうかというものを決めてはならない。 といするとが定められました人口はどのようにしたかというとこの赤い線で赤い線で囲っているというか赤い色でなっているところは、えー、貸し倒れりのリスクが高いですよみたいなことを言って、えー、居住地域によって、えー、貸し出しをするかどうかということを決めたところがこの赤い部分の地域に住んでいる人たちっていうものは、えー、アフリカ系の人だった で直接的に人種って情報というのは使われていないんですけれども、この場合は人種によって扱いに差が生じてしまうということがあります。なので、直接的にセンシティブ情報を扱っていたので、まあ、手続きの公平性は達成されているのですが、結果として、配分の公正性は満たされていないということになります。逆に 配分の公正性を達成するためには機械学習に独立性や統計的均一性と呼ばれる制約をつけて、えー、予測させますどういうものなのかセンシティブ情報の間が、えー、違う値まあこちらが女性でこちらが男性みたいな感じになりますで、えー、予測した結果が、えー、1の場合と0の場合、えー、まあ例えば ローの貸し出しだったら許可します、貸しませんというような感じになります。で、ポイントはセンシティブ情報の値によらず、えー、貸し出しの数ではなくて貸し出しの比率がこちらとこちらで一致する。この赤の部分がまあ相似になっていれば大丈夫というような状況になります。するとこの状況では えー、数学的に、えー、他の、えー、無関係な特徴を回避して、えー、回ってくるっていう影響を与えるというレッドライニンに効果もないという状況,状況が補正できますと,ところがこの制約を補正するための資金の中にセンシティブ情報 S というものが入ってますでこれはセンシティブ情報を参照することなしに、えー、補正をかけることはできない でまあ、これ自体を予測するという手もあるのですが、えー、アメリカの州によってはこれを予測すること自体を禁止している法律を持っているところもあるらしくて、えー、結果としてうまくいってないう、ま、あできそういうことはできないということになっていますとで配分の構成を満たすには手続きの公平性を無視するような必要があったりします でこのようにいくつか、えー、公平性基準というものがあるんですが互いに相入れない互いに両立しないという状況があって必ずいずれかの公平性の基準を、えー、一つ選択しないといけないということがあります。でここまでが、えー、機械学習分野において、えー、いかに公平性が考えられているのかということのお話になります。で機械学習では えー、公平性の改善が容易ですということをご紹介したいと思います、えー、こちょうど、えー、社会学者、えー、すみません読めませんが、えー、による、えー「ニューヨーク・タイムズ」にちょうど記,記事の寄稿があって、えー、非常にこのことをうまく示しているので、えー、ご紹介したいと思いますで最初 この人の研究で非常に著名な研究で系列やスキルというのは全部同じなんですけども名前だけが違うレジュメを送付しました。で名前はアフリカ系の名前と、えー、ヨーロッパ系の名前の名前がありましたと。で、えー、結局面接に呼ばれた割合っていうのは9.65と6.45で他は全部一緒なのに、えー、非常に差があっ これは形式的には個人公平性と呼ばれるような基準で法学の方ではシチュエーションテスティングと呼ばれるような手続きになります。でそういうふうにセンシティブ情報がなくても人間は不公平な判断をしてしまうということを、まあ、社会学的なアプローチで示したということになります。で次にアルゴリズムによって不公平な判断がなされているというのをやりました。 で医療処置の判断システムというのは、まあ、保険が効く範囲はどんな感じのものですかというものを決めると。で、どれぐらい重篤かということを、えー、ベースに、えー、保険が適用されるような処置というものが決まりますと,ところが白人の人の方が黒人の人よりも高度な処方を受ける場合が 2,、えー、2倍ほど多いというようなことを見ました。で なんでここんなととが起きていたかとで病状の重さっていうものを直接計測するのは困難なので、えー、治療のための、えー、医療施設で代用していたとところが医療施設っていうのは、えー、収入を通じて、えー、人種に依存していたので、まあ、不公平になっていたと変な設計をするとアルゴリズムはやはり不公平な判断をしますとでどちらも問題はあるんですが、えー、大きな差が2つあると思います。 検出はアルゴリズムの方がまず一つ用意です。一、えー、つのデータを得るのに人間の場合は数ヶ月かかることもありますしこれが調査だなということが相手にバレるようなこともあります。でアルゴリズムっていうのは機械とたらそのまま答えるので、えー、大量のデータを簡単に取得することができるので、まあ、アルゴリズムの方が用意です。で、して不,不公平の補正というものもアルゴリズムの方が要因になりますと。 公平な判断の原因というのは人間に何考えるかというのは脳の中に飽きて覗くことはできませんのでまあ難しいそれに対してアルゴリズムは、えー、先ほどの例のように原因を調査するということはまあ可能だとでいくつか基準を定義する相反する中でその中で一つを選択すればそれを順守するようにアルゴリズムを構成することをって修正するということはまあ可能である ということはご理解いただきたいと思います。で、まあ、適切に使わないといけないんですが、えー、それだといろいろ限界があると。で、何しなければならないかというと、まあ、他の工業製品と同じようです。まあ、設置の時に考えましょう、十分にテストしましょう、運用中の監視・講師をやりましょう。で、まあ、できるだけ、えー、 完全には予測できないででしょうが、えー、できるだけのことをして、まあ、出荷しましょうということになります。で、まあ、といっても基準を選択するっていうのもなかなか社会的合意が取れ,る取れるかどうかっていうこと自体わからない、えー。実際に公民権法の後に、えー、統計を普通の統計を利用して、まあ、不公平があるということになったんですがやはり機械の公平性と えー、結果の公平性をどちらを対象にするのかっていうことは、えー、ずっと、それからずっと権限化が続いていて、まあ、まとまらないと、で、それでも選んでいないならば、それでも、えー、後から対処できるようにまあしましょうということが重要ではないかと、私は考えています。まあ、この辺は私の意見ですが、まあ、ニューヨーク・タイムズの先ほどの記事だと、病状の重さを医療資質で代用していたというものは問題でしたと。 なのでモデル構築の情報を残しておくというのは非常に重要です。モデル構築の情報を残しておくとい,いうものが非常に役に立ったというのがプロパポリカというところが指摘した問題の中の記事に含まれるものです。コンパスコアというのは2年向こう2年以内に再販数の再送利息というものを予測するためのやつです。 で10点満点で10点だと非常にまずいということになります。で、公判前とか量刑手続きのとき保釈の判断のために、えー、判事に知らせるもので、なんでこういうものが使われてたかというと、えー、判事によってどうしても、えー、ばらつきがあるのでそれをちゃんと抑えて、えー、どの人が受けても裁判を受けても公平になるようにしましょうということがありました。で ですが、えー、こういうい問題がありました、えー、この人は自分のリスクスコアが、えー、高いということを知って、えー、司法取引1年の刑になったんですが判事は、えー、高スコアっていうものがを理由に取引を覆して2年の刑にしましたと。でスコアは、えー、理論的にはというと法学の理論的には えー、仮釈放とか更生プログラムをやって、えー、スコアが高いからといって重い毛を貸していいという理由ではならないらしいです。かつ、えー、もう一つスコアの開発者自身が領域、えー、のために設計してない設計外の目的外仕様であるということを伝えて、えー、ました。で、えー、こういうことを証言して、えー、この問題を解決できました。 であとは Google の、えー、マーガレット・ミッチェルさんとかはこういうことを意図としてモデルカードというものが大切なんではなかろうかということを、えー、紹介していました。で以上で、えー、私の声も、えー、おあり,、えー、りになりますが、えー、最後に機械学習は道具であると、えー、機械学習を使うことによって公平性の改善ということは可能であるということを、えー お分かりいただければ幸いかと思いますご清聴ありがとうございました